よし、新年明けましておめでとうございます。どうもティモンです。これね、チューリップの公開録画ってことで、わけお疲れ様です。わけお疲れ様です。あの YouTube をこれ見てる人にはわからないかもしれませんが、実はこれは新年明けてですね、1時間が経ちまして、1時間でニコ生をやりながら公開で録画をしていこうというところで録画をしてますので、まあコメントも流れないけども俺はコメント拾っていきます。動画用ですか？動画用です。なんかゲーム実況者っぽいことします。そうですね、ゲーム実況者っぽいことしますね。恥ずかしい。コメントは拾っていくけど、あの YouTube の人はコメントわからない。まあでもそれコメント知らない、コメントわからないけど、そのなんかもうこれはニコ生に来た人のだけの特権みたいなとこあるよね。ワクトリお疲れ様です。あのチューリップの公開収録に参加できるか、公開収録って超達成。マジか、新しいですね。新年明けましておめでとうございます。祝福ですよ。いや、YouTube のみんな、今年のお願いします。生で見るの初めてだ。いや、生にするの初めてだね、正直。おっしゃ、やっていこう。ブンブンハロー YouTube。そう、ブンブンハロー YouTube のやつよ、これ。ね、未来のあなた、俺たち。あなた、実況者。実況者はねえよ。明けましておめでとうございます。コメントが流れないのに、俺がなんか、明けましておめでとうございます。おめでとうございますって言ってるのが、ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、やっていきましょう。さあ、やっていこう。動画も続きからです。動画も続きからです。面白いぞ、見てます。いや、もう動画撮るんで見てないですね。伝えていこう。ワクトリスお疲れ様です。さあ、じゃあ、新年一発目から速攻ゴミ箱かけてみるか。しゃ空っぽです。まあまあいいだろう。これも一応 YouTube 上げます。これ YouTube 上げるようで今撮ってます。さあ、まず何をやんなきゃいけないのかわからないな。何をやんなきゃいけないかわからないかな。ワクトリスお疲れ様です。お疲れ様です。この時間にもかかわらず異様な来場者数の伸び。そう、来場者数はね、そんな伸びてるのかわかんないけど。ごめんね、俺の方じゃもう全然なのよ。っていうのがね、ニコニコから追い出されちゃった今。ログインをね、なんかたまに漏れされるんだよな。枠取ったりしたら。これ公開されるのはいつ頃？もうすぐ公開したいけどね。パ、ルンルン。あの謎の近代的な街に行きますか。いいね、行こうか。いいね、行こうか。筆と墨汁と便箋ですぞ。それを集めなきゃいけないんですよね。さあ、行こう行こう。第2、初見です。煩悩寺往復券でいいよな。えへへ、毎度どうも。えへへ、まだどうぞ。久々にやるな、でも。なんか、俺、かかしが腹を持ってるな。とりあえず、煩悩寺行くか。今って牧場だけ持ってるんですか？牧場だけ持ってる状態ですね。つべの米もニコ生みたいに一覧が良くなれば、それはみんな思ってるよ。風船少女のいいところか。そうですね。チューリップはため取りしてないですよ。チューリップはため取りあんましてないです。カカシガハラじゃなかったですっけ。いや、この後にまたどっか行かなきゃいけないんで。団地に行かなきゃいけないんで。2015の歌の上原愛とこ好き。上原愛、上原愛、引退するの上原愛っていうところでしょ。俺もあそこは大好きです。あけましておめでとうございます。いつもご挨拶。あけましておめでとうございます。この動画見てる人からは、なんであけましておめでとうって言ってるかわかんないでしょうけど、ね、最近これ中古で買ったよ。あ、そうですか。そんなところにも影響が。あけましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。へのへの団地域の切符を買う。そう、一旦録画を切ったんですよ。っていうのがね、ニコ生の方でリカバーができなくなっちゃって。ずっと陰陽師流れてるみたいな。なんで枠を取り直しました。枠取りがお疲れ様です。ティモンさん、お疲れなさい。あれです、明けましておめでとうって言え。明けましておめでとうって。だけど、新年早々やれたな。いや、まあ自分で引っかかり行ったんだけどね。SMQ はだいぶ有名だもんな。さあ、へのへの団地に来ました。戻ってきました。引っかからないでください。いや、あえて引っかかるかの。新年一発目だし、とりあえず引っかかっていこうと思って。してやられましたね。してやられた。開けちゃったぜ。開けましたね。よう。君が噂のお坊ちゃん、平助か。こんなとこまでよく一人できたな。偉いぞ。あげましょう、おめでとうございます。まあ、頑張って、お年玉かな。俺は元最強士の斎藤純一だ。よろしくな。体は若いうちに鍛えておいた方がいいぞ。ちなみに俺は剣道3段、柔道4段、合気道5段、書道は4級、極真空手、グレイシー柔術、少林寺拳法、自由剣道、陳氏太極拳、八極拳、大統領柔術、踊りは花柳流、囲碁、将棋、
麻雀。北に行きたいと思います。すごいな。休み今日かな。お金さえディモさん、お疲れ様です。爪の方はどんな本になる。爪の方は普通に動画撮れてます。こっから録画、いや、もともと録画しました。今日プレミア会員やったんですけど、一般と何が違うんですか。あの、いろいろ優先されます。何々、そんなことより大事な話。俺の持ってる愛の便箋が欲しい。ああ、いいともくれてやろう。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。ただし君が俺を驚かせるぐらい出世したらな。男は出世だ。体と心を鍛えて出世出世。もし君がヘノヘノ工事の部長にでもなったら、就任祝いにあのビーズのプレゼントしよう。おお、若者に期待してもってるぞ。あげましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。とりあえずなんか新年明けたらみたいな話になりました。さあ、こいつなんだよな。こいつに殺されるからな、普通に。来た、怖い。ピュリピュピュ来い。来ない。とりあえず注射、注射したいな。うわー、来た。怖い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 。あー、やつが来るぞ。あげましょう。おめでとうございます。さ、これなんだよな問題は。こっからのやり方が分かんないんだよな。とりあえずやってみるか。とりあえず通過儀礼。まあまあ、とりあえずこんな感じですわな。とりあえずはな。奥の階段は風船ごと。ダメだぞそこは。とりあえず分かったんだけど、もう34度引っかかってるけど、一応ね。てか、お名字知らんのは新参なのか。お名字有名だよね。ニコニコ知ってる人だったら相当有名な方だと思ったんだけど。悪魔の風船女。おい、とりあえずね。で、もう、こっからもうわけわかんないんで、とりあえずもう攻略を見ていこう。もうわかんない、わかんない。もうすぐ終わらせよう。もう、チューリップ。もう終わらせよう、チューリップ。ワンパン、3回目?そう、3回目。じゃあもう、チューリップそこを攻略していこうもん。もうこんなもういつまで待ってるようなゲームじゃねえよ。ああ、公園の方行きましょう。ああ、そんな、何、公園の方行ってなんかある?動画で初めてあのトラップ見た時衝撃でした。ああ、ちょっともうまともにスマホの、やつもちょっと打てない程度に酔っ払ってます。みんなで攻略しているスタンス。一瞬スタンハンセンが迷われた。ウィー、ウィーが。アルファの英雄こそが陰陽師。安定と信頼の攻略本。そう、攻略本見ていこう。とりあえず、俺がやんなきゃいけないこと。ハートの便箋。ハートの便箋じゃない。愛の便箋か。愛の便箋。愛の牧場は俺持ってるんだよね、今な。俺パソコンだけど画像めっちゃ良くなったぞってコメントが入った。そうか、すごいな。ティモン、iPhone? iPhone じゃないよ。どうしようかな。かかしがはらでもいいな、でも全然。でもかかしがはら、時間がちょっとめんどくさそうだな。どうしよう、どれ取ろうか。とりあえず今取れるのは、愛の便箋か、愛の筆か、かなんだよね。うん。映像的な。今日の流れで爪のコメントの復活ないね。じゃあそうだな、愛の筆はとりあえず入手するために一番手間と銭がかかるって書いてあるな。じゃあとりあえずは、まあ一番金がかからないであろう、金がかからないか分かんないけども、愛の便箋を取りに行こう。つまりヘヌヘヌ団地に行こう。行こう。復活したところで変わらんからな。これ時間管理大変なんですよ。時間管理が大変なんですよこれ。男はアンドロイド、俺アンドロイドだからね。便箋行こう、便箋行きますか。とりあえず便箋を取りに行こう。バッ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 パパパ、左へ受け流す。右からやってきた。
右からやってきた、不意にやってきた、右からやってきた、僕はそれを左へ受け流す。もしもあなたにも右から何かがやってくることがあれば、この歌を思い出して、そして左へ受け流してほしい。ああこの東京砂漠。怖くて千本桜を歌ってました、小林幸子。あ、そうなんだ。この登場人物は何語で話してるんですか、ね、英語でしょティモンさん、ティモンさん、いつにも同じダンディーボイス、ダンディーボイスで酒飲んでるからね。もしもあなたにも右から左へ受け流す、左から右へは受け流さない、右から右から、そう右から来たものを僕はそれを左へ受け流す。ああこの東京砂漠。ムーディー勝山知らん人おる、知らん人がいいのか。酒の効果、何時までする予定ですか、何時までする予定か分かんないですね。うい、電車にチュー、電車にチュー、切符にチュー、電信柱にチュー、ふふふふ、なんであんなに流行ってるんだろう。いやでも面白いよムーディー勝山、本当に俺すげえ笑うもん毎回見るけど。でも勝山米少なすぎません勝山米少ないけどさ、そんな引っ張るほど面白いボケでもなかったろ今上原愛の AV に何度お世話になったんだろう。いや俺も分からんな、上原愛相当お世話になったからな。電車にチュー、そう電車でゴーみたいな。昔ねうちの父親が持ってた携帯があるんだけど、上下にスライドさせるタイプの携帯ってあるじゃないですか。上下にスライドさせるタイプの携帯でね、電車でゴーができたんで、まあよく分かんなかったけどね、やってなかったけど。俺もめっちゃ好きでしたよ勝山。勝山面白いよね。なんかコメント流れないなと思ったらコメント消してた。すぐにあげるからノリノリですね。初めて見た時天才だと思った。ムーディー勝山も天才だったよね。弟の楽器のためって聞いて抜けなかった。え、上原愛そうなの？あ、そうなんだ。上原愛って弟の楽器のために AV やってたんだ。知らなかった。超抜けるな。おすすめの AV 上映してください。爪の子供を興奮させるような。そうね、俺はでも、木の葉とか、あと引退してるのか分かんないけど、沢井芽衣っていうね、女教師もなんだけど、フェラするときめっちゃエロい吸い方するやつがいたんだよ、女が。福岡出身の人なんですけど、もう引退してんのかな。でも俺最近思うんだけどさ、AV 女優の人たち、してた人たちとさ、知り合いたい。天使、天塚萌え、天塚ね。はい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 。大晦日結局抜いたんですか。大晦日どころかもう今日2回3回抜いてるからね俺ね、暇すぎて暇すぎて2、3度抜いてますからね。さあこっから攻略法なんですが、あ早い早いな、ピヨピヨが。長崎ってゴキブリのことをクロッツーって言う、いや言いません、そんな気持ち悪いこと言いません。みんなそうだよ、みんな抜くよね。ピヨピヨ来い、ピヨピヨ来い。ああなんで抜きました、なんで抜いたかっていうと、ギャル系で抜きました。 AV やってる人ってやめたらどうなるんだろう、どうなるんだろうね、わかんないね。うわあ奥の階段、奥の階段っていうけど実は攻略法奥の階段じゃないんだよね。ここ違うんですよ。トイレ貸して。実は攻略法とは違うんですよね。ここからの攻略法なんですが、8時から9時の間に配布されるへのへの募集国庫を入手と書いてあります。
へのへの募集広告が8時から9時だからな。まあおそらく夜ではなく昼だろうけど、そうなるともう何もしようがないな。このトイレでセーブできるんですか？できないです。さいなら。岩佐あゆみが好きです。岩佐あゆみ知らねえな。ただ抜けんだろうな多分な。手洗い場、これで HP が回復できます。6時間も放送してな、3回無理抜くとかすごい暇だったんですね。すごい暇だったよ今日。大晦日暇なんだよ人間。人間一番暇なんだよ大晦日が。アリスココアやな。アリスココアも抜けるからな。てかもう何でもかんでも抜けんだよ正直ね。何でもかんでも抜かれん。何でもかんでも何でもかんでも嬉しいな。白井のメガネが嬉しいな。暇人たちが集まれば何でもかんでも楽しいな。だけどこの街では8時に店閉まる。なんか早すぎるから。そしたら僕は歌う。おはようからおやすみまで16時間。おいちやろ、おいち超抜ける。大塚響さんと名前が一緒で男子がいじってきた方がいい思い出。え、マジで何、女の人なんすかあなた。女の人なんすか。男子って言ってるけど女の人なんすか。興奮してきました。ドラクエのロード時に今日も攻めました。すごく気持ちよかったです。北山のぞみ、横山みゆき。昼も言ったけど普通なら長崎に帰省してた。そう、長崎に帰省してたはずなんだけどね。なんかいろいろ最近いろんな AV に素人として出てる女の子の名前が知りたいです。そうね、知りたいよね確かにね。 AV ってほんとすごいね。おいちみは再デビューの時買っちまった。俺買って友達にあげたからね。男前だよ俺。王道だがリオが好きです。ギャル系だったね。本屋さんで天狗ちゃんだるまちゃん見ましたよ。いや天狗ちゃんだるまちゃん名作だから本当に。本当名作だからね。あー戻される、戻される。あー痛い。あー入れるか。おいおい俺も入れてくれよ。トイレ貸して。いっぱい来た。女が来たね。容器と実家で放送とかしないですか。そう、うちの兄貴とはね、ちょっと放送しないですね。8時から9時はこれ夜じゃなくて昼だろ。8時から9時は多分夜じゃなくて昼だと思うんだよな。うん。広瀬すずの CM で抜いたことある。すごいな。広瀬すずの CM で抜くってないな。マジで水島あずみ好きな人いねえのかよ。俺も知らないからな。さあ、ここは8時から9時だとどんな影響があるのかな。明かりがついた。とりあえず明るいとこにいよう。朝なら時間的に無理やろ。いや違う、多分これね、1日待って朝からやりなさいみたいな話だと思うんだよな。8時から9時にクラブ配られるってどこで配られるんだろうこれ。ポケモンで抜いたことあります。あもう病気だねそれね。とりあえず8時になったんで入ってみよう。トイレ貸して。何回トイレから生きてんだこいつ。徹夜しないといいですね。ですね。よし、配られんのか本当に。いや8時から9時朝だと思うな俺。8時から9時表記だったら俺20時から21時になるはずなんだよな。春な春で抜いたな。すごいな。みんないっぱい AV 女優知ってんだねって話だね。雰囲気怖いね。雰囲気怖いよ本当に。さあここから12時間待機です。さあ12時間待機するので一旦録画を終えましょう。